皆さんの世代ならではの世界観や発想で多くを語り、学び、働き、つながり合うことが持続可能な社会への強い推進力を生み出すもとになると確信をしております。自分の大切な人生、生き方に責任を持ち、自分作りへの覚悟を決め、たくましくこれからの人生を邁進していただきたいと思います。現在は人工知能の研究開発が進んでおりますが、 AI がいくら発達しても最終的に社会を動かしていくのは人だと思っております。人間力、人間性を養い、熱い情熱と若いエネルギーでここ石狩市、あるいは北海道、日本、世界の発展の一翼を担っていただけるよう期待をしております。密な青春時代はいつの時代も普遍的なものであり、この時に感じたことや思いをいつまでも大切にしてほしいと思います。そしてこの思いを胸に、皆さんにはどうか2つのことを心に留めておいてほしいと願います。一つは強さです。これからの人生において困難な状況もあろうかと思いますが、皆さん一人一人が目指す目標に向かってチャレンジを続けてほしいと思います。もう一つは優しさです。強い心を持って羽ばたく中でも、これまでの、そしてこれから出会う人たちへの思いやりを常に忘れずに持ち続けてほしいと思います。家族や友人、恩師への感謝の気持ちを忘れず、未来に向けて自分の力を信じ、希望と決意を胸に一歩ずつしっかり歩んでいきたいと思います。本日は本当にありがとうございました。